今日は2月10日、今午前9時ちょっと過ぎですね。ちょうどグレードの積み込みというか取り付けですね、あれが、グレードを運ぶ特殊車両です。あそこにあのネジ出てますよね、あれを取り付けて狭いところは上げたり下ろしたり上げたり下ろしたり角度を変えたり しながら持っていくんですよね。はい、今からあの運転免許証の更新が終わっ手続き終わってその運転免許証をもらいに行こうと思ってたんですけど、今日か12日という指定だったんで、はい、ちょうどこれをやってたんでちょっと撮影して行こうかなということでやってますはい、やはりあそこですね、あの装置ですね。はい、珍しい作業ですのでしばらく撮影しておきますこの前も言ったと思いますけど、グレード1枚50メートルあるんですよね。その特殊車両とかクレーンは全部かどうかは知りませんけど松浦行きの機械なんですよね。私も昔勤めてたクレーン乗りしてましたんですよ、しばらく。これ専用にその特殊車両も松浦行きが買ったみたいですね。松浦重機ってちゃんとドアに書いてある。はい、微調整しながらボルトを穴に合わせてます。合いそうですけども、ああ最後まで撮影する必要はありませんのでもうこのくらいでやめときます。こんな感じです。はい、今は午前10時ぐらいですね、10時10分か。はい、免許証をもらってちょっと農協に行って帰ってきたらやってますね。ほらこういう風に立てたり、ね、こう下げたりしながら運ぶんですよね。わかります？
な、ほんのそばに電線があるでしょ、ああいうのをかわし投げながら行かなければいけないんで、こう登って持っていくはずですもんね、これ。リモート、外からリモートのようですね。運転席には乗ってないもん。あれでリモートコントロールしてみたりですね。あの人がリモートコントロールしてみたいです。こう来てこうかな。まだしばらくかかりそうですね。今増し締めしてみたいですね。だからそれも結構1、2、3、4、あそこから曲がるのかな、あれから曲がるのかな、どこから曲がるのかな、結構こう曲がるようになってるみたいですね、下の台車自体も。まずはこの辺の電線が関門ですので、これを避けながら下がって下げてしまって、行きながら上げながら下げ、上げたら下げたりしながら行くんですよね、これそういうやつです。はい、はい、まあこのくらいにしておきます。まあまた面白いのがちょうどよく見れたんで、お、あの辺にスリットみたいのが入ってますね。あれも騒音防止かなんかそういう感じでしょうね。なるべく騒音を軽減すると、まあなかなか軽減ならない。お、今度ねじってますよって回してますよ。はい、そろそろ撮影を終わります。